まず赤旗から、はい、まあ、口を切らせていただきますけれども、はい、まあ、今回2度目のね、はい、新人王優勝ということで、はい、1度目とはまた違う趣があるのかなというふうには思うんですけれども、はい、1度目の優勝の時とね、はい、今回とで何か、はい、違ったところはございますか、あるいはこの戦い方の中でもね、はい、いろいろ、はい、経験は生きたこともあるかもしれないですけど、どんな感じですか。そうですね、まあ、やっぱその1回目と比べるとやっぱ1回目の時はやっぱりなんていうか、やっぱりそうですね、まあ、まあ1曲目も2曲目でも結構緊張しててあったんですけど、まあ、今回はやっぱり、まあ、1回決勝に出たことがあったので、まあそんなに、まあ、気負わずにっていう、まあ、結構伸び伸びさせた方なのかなとは思います。でもやっぱりそうですね、まあ、2曲終えてみるとまだその時と一緒で、まあ、実感が湧いてない感じで、まあ、優勝した実感がまだ湧かない感じです。初優勝の時も実感は後からやっぱり来るものなんですか、はい、どんな感じだったんですか。あ、そうですね、やっぱ日が経ってからやっぱり、まあ、いろんな人からのその、まあ、お祝いのメールだったりとか、まあ、あといろんな方に言われたりとかで、まあ、だんだんやっぱり後日やっぱりなんていうか、まあ、優勝した実感が湧いてくるんですけど、そうですね、その2年前もやっぱりなかなか優勝した実感は当時はなかったですね。あ、そうですか。じゃあこういうインタビューもさせていただきましたけど、はい、その時はそんな実感はまだない感じですか。そうですね、そんなにないような感じで、その時も結構あの3曲とも結構激戦だったので、なかなかなんていうか、まあ、優勝したって実感は湧いてなかったですね、まあ、どっちかというと、まあ、ほっとしたような感じという気持ちでした。服部6段の今回 の前回の時の3番勝負も含めてね、はい、私たちの感想と、まあ、そのなんとなく印象としても、はい、かなり逆転というか、結構局面的には難しかったり、あるいは少し服部六段の方が不利な局面もあったかと思う勝負を、まあ、最終的には逆転をしてそのまま勝ち切ったような、ね、感じの、なんて言いますか、対局が多かったように思うんですけれども、ご自身はどんなふうに思われてますか。はい、いや、そうですね、そこも、はい、2年前も結構逆転勝ちも多かったと思いますし、まあ、今回もやっぱ逆転勝ちでというのを、まあ、この決勝3番勝負に限ったことじゃなくて、結構まあ、準決勝だったり準々決勝だったりもやっぱり苦しい勝負だったので、いや、基本的にそうですね、逆転勝ちが多かったのかなと、はい、思います。勝負師にとっては逆転勝ちが得意というか、逆転勝ちが多いというのはとても大事な要素のように思いますけれども、はい、その逆転勝ちをね、はい、勝ち取るために心がけている、ないしは、まあ、それは誰でもそれは逆転勝ちができればいいんですけども、はい、何か、はい、心がけていることないしはこの大事にしていることはありますか。あ、そうですね、まあ、やっぱり、まあ、粘り強くっていうのを思ってます。やっぱ苦しくなった時に、まあ、すぐ土俵を割らないように、まあ、粘り強くで、まあ、やっぱりなおかつ、まあ、相手がちょっと、まあ、まあちょっと嫌がってくれそうな手とか、まあ、そういうのを、はい、見つけながら、まあ、気持ちを切らさないようにいつも、はい、戦ってます。そういう姿勢でずっとやってると、どっかで相手にも隙が生まれることがあるということですか。そうですね、やっぱり、まあ、将棋やっぱりいい方が決めるのも結構難しいところもあると思うので、やっぱりその1回のチャンスをっていうのをいつも思ってます。つまりワンチャンスをどんな時も狙って諦めないし、決してこの、あ、これはもう負けだなっていう感じにはしないっていうことですね。そうですね、まあ、局面にもよりますけど、まあでもそうですね、そういうふうに気持ちを切らさないようにといつも、はい、思ってます。
相当疲れる勝負が多いということだと思うんですけれども、はい、あの精神的に、そうですね、はい、やっぱ苦しい将棋なので、はい、やっぱりなんというか、確かにやっぱりまあ逆転勝ちというよりはまあ序盤リードしたまま逃げ切れるようにとそっちを、はい、目指していきたいなと思ってます。でも服部六段はとりわけあの指してるときもあの前後には体で、ね、結構入れて考えられていると思うんですけど、そうそう、ね、比較的でも姿勢は、はい、あのあまり崩さずにあの、はい、非常にあのいい姿勢でやられているように思いますけど、 ありがとうございます。はい、特に考えているとき、はい、体が大きく揺れているのは ご自身では、はい、あの自覚されてますか？いや、そんなには思って分かってないです。はい、天井からカメラがありますよね。はい、あ、結構揺れてました。揺れてそうするとね、はい、あの結構手前のところが、はい、天井からのカメラから一瞬見えなくなるようなあこう感じもあってですね、はい、あのそういうのは私たちは見て、ああの揺れてきた揺れてきた、また前に来たっていう感じでね、あ見ているんですけど、まあ、はい、ご自身は多分そんな、ね、あの熱中して考えてるからないかもしれませんけど、そんなようなもの、どうかすると頭と頭がぶつかるんじゃないか心配をね、することもないことはない。あ、そうなんですね。はい、そうです、あんまり意識してなかったですね。そうか、いや、もうちょっとそう下がらないといけないかもしれないです。まあ自動記録だとかね、いうことになるといろいろと、ああ、そうですね、天井カメラとの関係でいろいろあるかもしれませんけど、今のところはそういう話は直接は聞いてないですけど。そうですね。まあ、一応ちょっと座布団をいつも対局来た時にちょっと下げたりはするようにはしてるんで、揺れても大丈夫なようにちょっと下がるようにはしてるんですけど、やっぱ終盤になるとまあなかなかそうもいかなくっていうのはあります。はい、じゃあ皆さんからもどうぞあのお聞きしたいことを聞いてください。はい、あ、お疲れ様です。まあ、今年度もあの9割ぐらい、はい、9割以上は打たれている、まあ、というか、まあまあ、例年に比べてもすごく勝率がいいかなと思いますけど、はい、そうですね、はい、まあ、ご自身の中では何かこう、はい、その勉強の部分とか、まあ、まあそういう成績についてもちょっとどういうふうに、今日の勝ちを含めて、ね、そう感じられるかもしれないですね。いや、そんなに、まあ、勉強とかはそんな、まあいつも通りというかそんな変わったことは特にはしてなくて、そうですね、なんというか、まあ一曲一曲丁寧に気持ちでっていうのを、はい、心がけて、あとまあ体調管理とかにも気をつけてっていうのは、ありますね。まあ去年ちょっと あまり体調管理がうまくいかない部分もあったので、今年はまあ体調管理の部分にもしっかり体整えてっていうので、特にそのためにやっている体調管理の面で、はい、特に心がけたことっていうのは、なんか秘策があります。心がけたことですか？はい、いや、ぜひお聞きしたいです。いや、そんなに特にはなくて、まあ、まあ、ゆっくり、まあ、休む日とかを入れたりとか、まあ、まあ、ゆっくり休むことっていうのを、はい、今年から結構取り入れることに、はい、しました。じゃあ、そのマラソン、もうちょっと休む日を入れたりとかしてるんですか？ああ、いや、マラソン、まあ、基本ランニングはでも、対局ない日は基本やるようにはしてます。ランニングをいつもやってらっしゃる？あ、いつも、はい、5キロ走るように。5キロ、はい、してます。それ日課なんですか？基本的には日課です。雨が降っても雨が降った時はジムに行ってでジムの方で走ってます。室内で？あ、室内の方で。ランニングマシンで？あ、そうですね、ランニングマシンで5キロを走る。そうですね、一回サボってしまうとなかなかまたそのなんとかランニングの周期に戻すのが難しくなるので、まあ、基本的にはサボらないようにとは思ってます。じゃあそれの休みはないんですか？まあ、ランニングはまあ基本的にはまあ 対局した日とか、まあ、東京遠征の日とかそういうのがない限りは休みなくやってます。すいません、それいつ頃から始められた習慣なんですか？ランニングですか？ランニングはもう結構前からやって棋士になる前からもよくやってて、まあ、棋士になる前はあの 朝走ったりとかもしてました。棋士な、そうですね、棋士になる前は朝に、まあ、仲のいい奨励会員のこと一緒に集まってその時は10キロ走ったりとか、棋士になってからは
割と一人で、まあ、夕方ぐらいに、まあ、5、5キロ走ることにっていう感じで。夕方ですか。基本夕方が多いですね。夏暑い時なんかは大変だろうなと思って。あ、そうですね。夏でも基本的には。でも夏より冬の方がきついです。あ、そうですか。冬の方が寒いので、まあ、たまにやっぱジム行く時もありますね。それはでもずっと続けてらっしゃる体調管理っていうか、いわゆる日課だから、はい、去年もそれは変わらずやってらっしゃった。あ、去年も必ずやってましたわけですよね。はい、今年体調が良かったその休みっていうのは、はい、私たちちょっと、はい、いわゆる棋士の方の リズムっていうのがちょっとよくわからないところがあるので申し訳ないんですけど、はい、いわゆる何曜日は休みとかそういう感じをするんですか。いや、そういうのではなくて、まあ、やっぱ対局の次の日とかですね。対局の次の日とかに、まあ、研究会を入れたりとかを、まあせず、まあ、あんまり、まあ、前は結構、まあ、対局の次の日でも研究会入れてたんですけど、まあ、今年からはまあ順位戦の後は入れなかったりとか、まあ、対局の次の日に研究会入れなかったりとか、まあ、もしくは朝からじゃなくて昼にからにしてもらったりとか、なんていうか、まあ、対局の次の日はまあそこまで予定入れないという感じで、まあ、少しやっぱ休んでっていう。それが休みなんですね。そうですね。結構やっぱ大きかったと思います。なるほど。はい、あ、お疲れ様です。まあ、向上の要因として一つ目体調管理と、で、あともう一つなんですけど、 M1 に出たっていうことは足をついてどうですか。その、まあ、そのままおっしゃった足をついて、まあ、その M1 に出たから、はい、負けるっていうのはまあ許されないというか、そのプレッシャーだなっていうことをおっしゃっていたんですけれども、 そこら辺はどうですか、その好調の要因としては。あ、そうですね、やっぱりそれも、はい、すごくあると思います。やっぱりなんていうか、まあ、漫才やってて将棋負けてたらなんていうか、周りからもやっぱいろんな意見があると思うので、やっぱそういうのもあって、やっぱり、まあ、盤の前に座った時は、まあ、勝たなきゃいけないっていう気持ちにはなってたので、まあ、それも一つ、はい、気持ち的な要因としてはあったと思います。普通、通常9割を超えるっていうのは、まあ、なかなかその考えられないというか、あれなんですけど、はい、そこら辺どう捉えてらっしゃるんですか。そうですね、まあ、基本的にはやっぱ一曲一曲の積み重ねで、うん、まあ、丁寧にとは思ってるんですけど、まあ、というか、まあ、昨年通算成績が、あ、昨年1年間の成績が、まあ、7割いかなかったんですよね。6割7分かぐらいで終わったので、まあ、今年はなんていうか勝率にこだわっていきたいっていうところもあって、まあ、そういう気持ちもあるのかなとは、はい、思ってます。相棒の方とはまだあれですか、練習将棋やられたというネタは、もうそこら辺は一回休憩してる感じで。そうですね、今はもう M1 も出たので一回休憩した感じにはなってます。あ、その漫才の相方さんとかどうですか。あ、そうですね、富田五段ですね。またちょっと目標が出てきたら始めることもあるかなという。そうですね、いや、まだ今のところは全然決まってなくて、まず、まあ、まずは打ち上げに行こうと話を、まだ M1 の打ち上げがまだ実はできてなくて、で今度行こうと話を。 M1 の打ち上げですね。あ、そうですね、 M1 の打ち上げです。そうですか。じゃあ、まあ今のお話で、まあ、一つの一曲一曲の積み重ねっていう話なんで、はい、まあ、それも先にさっきおっしゃったタイトル戦ですか。あ、そうですね、まあ、そこを、はい、今一番の目標にはしてます。何かそのタイトル戦に出るために自分自身で、まあ、今好調なんであれですけども、なんか足りないものとか課題とかっていうのは見つめてらっしゃるんですか。そうですね、やっぱり、課題がやっぱり多いと思いますね。でもやっぱりなんていうか、なかなか、そうですね、勝率は確かに今季9割いってると思うんですけど、なかなかなんていうか棋戦の方で、まあ、まだ本戦とかそういう上位には食い込めてないので、そうですね、そういう意味でもやっぱりまだ課題も、まあ、将棋の方の課題もありますし、まだそうですね、まあ、まずはやっぱり本戦とかそういうところにどんどん入っていけるようにとは思ってます。すみません、質問するお時間ですので、質問あと1名まででお願いします。あ、じゃあよろしいですか。
順位戦上がられた後インタビューさせていただいたときに、はい、北陸がご出身地の北陸が、被災をされて災害が重なってということへの思いもあったというふうにお話をしてくださったことがありました。はい、まだ現場苦しい状況が続いているようにご答などされていますが、そのことへの思いというのは変わらずなんでしょうか。そうですね、やっぱりそれもやっぱりなんというか今期の要因でも、今期やっぱ自分がなんというか頑張りたいと思ったことでもあって、なんというかやっぱり地元にタイトルをと思ってます。で、喜んでもらいたいという。そうですね、やっぱり地元の方々にやっぱり、自分が将棋指すことでやっぱり喜んでもらえたらなと思ってます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上で発表局の終了となります。お疲れ様でした。ありがとうございました。